僕が AI です。僕が AI です。僕はロボットですようにしきましょうか。僕はロボットです実は、実は、僕はロボットです。みたいな。ねえ、昔なんか AI、どのこのって流行りましたよね。なんかいろんなね。どう言ったんですかね。うんやっぱね、一番信じ、信じるべきものって多分、自分しかいないと思うんですよ。だって自分は信じれる。 まあ自分に自信がないとかね、自分信じれないっていう人もいるかもしれないですけど、果たしてそうでしょうかと。一番信じれるのって自分しかいないんですよ。なぜならば、自分の意思は自分で決められるんで。でも、他の意思は自分で決められないんですよ。人々の意思は決められないんですよ。まあ、大統領だったらわかんないですけどね。まあ、でも、大統領があだこうだ言ったとしても、いや、その政策どうなのっていう人もいるだろうし、だから意思はね、決められないんですよ。他人が。 でも自分の意思は自分で決められるんで自分はこうするって決めればそれで終わりなんですよ。で、あとやるだけなんで。で、僕が他の人とやっぱ違うのは圧倒的なその意思決めというか確固たる意思というか、うん、腹くくってるのでまあどう、何言われようがどんなになってもやるぞっていうのは決めてるからできるんですよ。で、この意思は僕が決めたからあなたが決めたわけでもなく僕ちょっとすいません。あ <laughs> の 動画編集終わりましたアドバンス限定オファーをちょっと作ってたんですけど終わりましたエンコードがそ,うそうまあまあ自分で決めたことは自分でできるんですよでもそれ自分で決めた意思も守れない自分で決めたことさえできないんだったらそれは自分の人生に嘘ついてるようなもんなんで自分に嘘ついて生き続けますかどうですか 自分に正直で行きたくないですか、うん、?100 歩譲って、100歩譲ってというか、他人に仮に嘘をついたとしても、自分には嘘をつきたくないですよね。うん。まあまあ、なんだろうな。うーん。その僕は Mr.X っていうね、そのコンテンツビジネスでその80億ぐらい稼いだ人がいて、まあこういう教えがあるんですよ。こういう教えがあって、ハッとしたんですけど、じゃあ目の前に子供がいますと。 で子供がいて、ね、薬を飲むのが嫌ですと薬がね薬を飲むのは嫌ですとうわまずい苦いって言ってるんですよでもその薬を飲まないと熱は下がんないしその薬を飲まないと、えー、なんだあ死んでしまうという状態をイメージしてくださいって話でじゃあその時に、あのーね、無理やりこうグワーッて締めてうわーッて飲ます方法もあるけれどもミス m ク x はね、あのー ヨーグルトにね、ヨーグルトに薬を忍ばせてね、でこれ美味しいヨーグルトだよって食べてみ、っつって。でね、子供はね、食べてるうちにね、なんかこれ苦いな、みたいな。パパこれ、なんか薬入れ、なんかもう苦いよ、みたいな。でもパパは嘘つくわけですよ。で、子供はね、騙したな、みたいな。嘘ついた。パパ、これヨーグルトじゃないで薬入ってるみたいなね。でもお前,お前がそれ食べなかったら、お前の命ないんだと。だからどんな方法を使っても、 あの薬を飲んでもらいたかったから俺は嘘をついてでもなんだヨーグルトをあの食べても薬をね飲ませたかったみたいなっていうそのなんかそういう教えがあってすげえなと思ったんですけどそう <laughs>、まあ、嘘ですよね騙してますよね子供だけどそのまあ今の医師の話で言うならばなんだろうな、うん、確かにその表面的なのは嘘なんだけども そのパパの気持ちはね、その目の前の子供を救いたいっていう意思、気持ちがあるわけですよ。だから、それがあった上での嘘であるならば、まあ、神様も許してくれんじゃないかみたいなね、<laughs> まあ、最後、神様になんか、まとめてましたけど、でもね、僕はすごいハッとさせられましたね。まあ、久保さんどうですかね。まあ、久保さんも同じシチュエーションがあるかもわかんないですけどね。大和君が、やだーやだやだーって言ってね。 薬なんか飲みたくない。でもその薬飲まないと山戸くん死ぬっていう状態でね。そう。<laughs> なんか、縛りますイエス・キリストみたいにバーンって縛って。オラーって飲ませますそれよりかヨーグルト、嘘ついてでもヨーグルトに忍ばせて飲ませた方がいいと思うんですけどね。<laughs> まあ、どっちが正解なのかわかんないです。それはあなたが決めてくださいってことです。ただ、あの自分の意思は自分が決められるし、自分がやればできるってことですね。他人の意思は決められない。 いってらっしゃい。